ジェイソン・ウェイン・スタン・リッチは、アメリカ合衆国アラバマ州バーミングハム出身の元プロ野球選手。NPB では、福岡ソフトバンクホークス、阪神タイガース・千葉ロッテ・マリーンズの3球団で、2017年まで9シーズンにわたってプレー。ソフトバンクへ最初に所属した2007年2008年には、スタン・ドリッチという登録名を用いていた。ロッテ時代の2017年シーズン中に、 NPB の国内 FA 権を取得したが、シーズン終了後に退団。2018年シーズン以降に、NPB の球団と契約する場合には、NPB の野球協約に沿って、日本人選手と同じ扱いを受けられることとなっていた。1997年、MLB ドラフト一巡目で、翌年に設立される、新球団タンパベーデビルレイズから指名され契約。1998年に、 ルーキー・アドバンスド・クラスのプリンストン・レイズで61失点し、シーズン最多失点のリーグワースト記録を塗り替える。1999年は A 級チャールストン・リバードックスで最優秀防御率を争ったが、シーズン中に A 級セント・ピーターズバーグ・デビル・レイズに昇格したため受賞を逃す。2001年7月29日の対テキサス・レンジャーズ戦でメジャーデビュー。 2004年10月15日に FA となる。2004年11月19日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2005年はトリプル A 級オクラホマシティレットホークスで開幕を迎え、6月17日にレンジャーズとメジャー契約を結んだが、2試合で7安打。3失点と結果を残せず、6月24日に d ーフとなった。6月30日に マイナー契約を拒否したため FA となった。2005年7月1日に新シシティレッツとマイナー契約を結び、7月5日にレッツとメジャー契約を結んだ。レッツでは32試合に登板し、2勝2敗5ホールド、防御率4.06だった。2006年はスプリングトレーニングで7試合に登板したが、防御率が11.57と落ち込み、3月21日に リーフとなった。3月23日にトリプル A 級ルイビルバッツへ降格。6月19日に再びレッツとメジャー契約を結んだが、8月7日に腰の故障で15日間の故障者リスト入りとなった。9月1日に故障者リストから外れ、その後は5試合に登板。この年は21試合に登板し、1勝1敗1、ホールド、防御率4.82だった。 2006年11月14日にウェーバーでニューヨークメッツへ移籍した。2007年1月25日にィーフとなり、1月31日にマイナー契約を拒否したため FA となった。2月6日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結び、4月4日にオクタビオドーテルが故障者リスト入りしたためロイヤルズとメジャー契約を結んだ。昇格後は3試合に登板したが、 合計6.2回で10失点を記録し、4月20日にディーフとなった。4月24日にトリプル A 級オマハロイヤルズへ降格。5月10日にロイヤルズと再びメジャー契約を結び、5月19日のコロラドロッキーズ戦では1回を無安打無失点に、脱三振に抑えたが、その後登板機会はなく、5月22日にディーフとなった。5月25日に、 マイナー契約を拒否したため、FA となった。ソフトバンク時代2007年6月3日に福岡ソフトバンクホークスと3000万円で契約。同年6月23日の対中日ドラゴンズ戦に、初登板。リリーフとして5回裏に登板し、支給2つを出したものの無失点に抑えた。直後の6回表に、チームが逆転し、そのまま勝利したため、初登板初勝利をマークした。 当初はリリーフとして起用されていたが、先発当初陣に故障が相次いだこともあり8月から先発に転向。これが功を奏し、新外国人では史上3人目の先発後連勝を記録するなど2007年は7勝を挙げた。2008年は開幕から2試合連続で打ち込まれ、その後故障もあって2軍降格。8月に一旦1軍に復帰したものの4回3、失点で、 敗戦投手となり、再び二軍降格となった。結局このシーズンは一勝も上げられず、10月12日に解雇された。2009年1月29日に、フロリダ・マーリンズとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級ニューオーリンズ・ゼファーズで開幕を迎え、リリーフとして6試合に登板したが、防御率7.82と振るわず、4月29日に契約を解除された。マーリンズ対談後は、 アトランティックリーグのサマセットペイトリオッツに加入、18試合に登板し、4勝4敗、防御率5.13だった。阪神タイガース2010年1月7日に、フィラデルフィアフィリーズと契約したが、スプリングトレーニング中に、ロースターから外れた。同年4月5日に阪神タイガースと契約、2シーズンぶりに NPB へ復帰した。これを機に、NPB での登録名を、 スタンリッチに改めている。阪神がスタンリッチの緊急獲得に踏み切った背景には、岩田実の故の小勝利や新外国人、KC ホッサムの不信などで、先発投手陣が手薄になっていたことが挙げられる。そのためチームへの合流直後から一軍先発陣の一角を担った。当初は投球内容が安定しなかったが、7月6日の対東京をヤクルトスワローズ戦で、 NPB での初完投。同月19日の対広島東洋ガープ戦で、NPB での初完封を記録。8月上旬に腰の張りで一時離脱したものの、9月7日には自身初のシーズン2桁勝利を記録した。2011年の6月は1完封含む3勝0。はい、防御率1.24の成績を挙げて、阪神の外国人投手で初の月間 MVP に選ばれた。 翌7月も3勝0敗、防御率0.55の高成績で、6月に続いて月間 MVP を受賞し、セリーグの外国人投手で初の連続受賞となった。8月以降は1勝止まりで、9勝7敗でシーズンを終えた。2012年は引き続き開幕から、先発ローテーションに入り、年間を通して安定した投球を続けた。しかし規定投球回を投げて、 防御率2.69ホイップ1.19など2011年を上回る好成績を残すも打線の援護に恵まれず最終的に7勝12敗と大きく負け越した2013年は先発陣の一員として26試合に登板投球回は160回以上でセリーグ3位の防御率2.74を記録しかし先発した試合で打線の援護に恵まれないことが多く 8勝12敗でシーズンを終えた。さらに、球団ではシーズン終了後に、投打の柱であるマット・マートン及びランディ・メッセンジャーの残留を内定。その一方で、新外国人選手として、投手のゴノボルカンと内野手のマウロ・ゴミスの獲得に動いた。このため、同時に一軍へ登録できる外国人選手数の上限との兼ね合いで、11月14日に、 スタンリッチの対談が決まった。スタンリッチは対談決定の直後に自身のツイッターを通じてファンへの感謝の言葉を綴っている。阪神からの対談を受けて複数球団がスタンリッチの獲得に動いた。阪神タイガースと2013年12月17日に古巣のソフトバンクが2年契約を結んだことを発表した。同球団への所属は6年ぶりだが第一期から一転して、 阪神時代の登録名、スタンリッチと、背番号号、55を引き継いでいる。2014年4月1日の対北海道、日本ハームファイターズ戦で復帰後初の1、軍公式戦登板を果たすと、同月15日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で復帰後初勝利。メッセンジャーと先発で投げ合った6月9日の対阪神戦では、被安打3でシーズン初完封勝利を挙げるとともに、 NPB 史上16人目の全球団勝利を達成した。7月14日の対チバロッテマリーンズ戦3回裏には、1イニング3余死球の NPB 大記録に加えて、阪神時代のチームメイトであったクレイグ・ブラゼルへの支給によって来日初の危険級退場を経験。それでも、レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦で、阪神時代の2010年に並ぶ。 来日後自己最多の11勝を挙げた。なお、1軍のリーグ優勝で迎えた。ポストシーズンでは、日本ハムとのクライマックスシリーズファイナルステージ第5戦での、先発で6回無失点と後頭フルス・古巣、阪神との日本シリーズ第1戦では、外国人投手として、ジョースタ短イ以来チーム50年振りのシリーズ開幕投手を任されたが、かつての同僚であったメッセンジャーとの先発対決に、 敗れた。2015年は、日本人を含めたチーム最年長投手として、ロッテとの開幕第2戦に先発、7回2失点という内容でシーズン初勝利を挙げるとともに、新監督の工藤君康へ公式戦初勝利をもたらした。5月には、パシフィックリーグ投手部門の月間 MVP 候補に挙げられるほど好調だったが、23日の対、 日本ハム戦では2回裏に西川春樹から来日初の満塁本塁打を浴びた。6月のセパ交流戦期間中には新外国人投手のリク・バンデン・ハークと入れ替わる格好で14日から10日間に軍で調整。この時を境に他の外国人選手などとの兼ね合いで出場選手登録と抹消を繰り返した。しかし、レギュラーシーズン全体では 自身初の2年連続2桁勝利を達成するなど、一軍のリーグ連覇に貢献。ヤクルトとの日本シリーズでは、チームの3勝1敗で迎えた10月29日の第5戦に先発すると、6回無失点という内容で、チームを勝利とシリーズ連覇に導いた。なお、この年で2年契約が満了したことから、球団では11月14日にスタンリッチとの、 契約を更新しないことを発表した。ソフトバンク対談後も NPB た球団での現役続行を望んだため、複数の球団が獲得を検討していた。2015年12月25日に千葉ロッテマリーンズがスタンリッチの獲得を発表した。年俸120万ドルの1年契約で、背番号については、阪神、ソフトバンク第2期に続いて55着用。 二年目の契約に関して、球団が公式権を有するという条件をつけていた。2016年には、一軍公式戦27試合に登板、5月末の不調で6月上旬まで一軍を離れながらも、先発陣の一角で8勝8敗、防御率3.56という成績を残した。その一方で、チームがレギュラーシーズン3位で臨んだ。 クライマックスシリーズファーストステージで古巣のソフトバンクにステージ敗退を喫した直後にはこの年限りでの現役引退を選択肢に入れていることを示唆。現役生活の続行を決めた場合にはロッテへの残留を最も優先する意向も示した。これに対して球団では12月2日に NPB から公示された保留選手名簿にスタンリッチを掲載、前述した 契約の選択権に沿って、スタンリッチとの残留交渉を進めた。2017年は、推定年俸1億4400万円の1年契約で、残留、レギュラーシーズン中の2017年5月16日に、外国人選手としては、史上8人目となる、NPB の国内 FA 権を取得。そのままシーズンを満了したため、翌2018年もチームへ残留する場合には、 一軍で同時に登録できる外国人選手枠の対象から外れることになっていた。一軍公式戦では通算14試合の登板で4勝6敗、防御率4.32を記録。後半戦では6試合の登板で3勝2敗、防御率2.68と高騰していたが腰の張りの悪化によって8月29日以降一軍から遠ざかった。スタンリッチ自身は 残留を希望していたが、シーズン終了後に球団が保留選手名簿からスタンリッチを外したため、12月2日に NPB から自由契約選手として講じ、結局、球団は翌2018年1月15日にスタンリッチと契約しないことを発表した。2018年8月2日、正式に引退を表明した、長身からのスリークオーターで投げ込む。 平均球速時速1 4 5トルの速球が武器、変化球はカーブ、スライダー、チェンジアップを投げる。スライダーはカウント球と決め球で異なる握りを持ち、決め球に使う方はカットボールに近い。カーブの握りはナックルに近く、ナックルカーブと紹介されることも多いが、スタンリッチ本人はスパイクカーブと称している。阪神時代には、 2点台の防御率を記録するほど、ナイトゲームで好調だったことから、夜王と呼ばれた。その一方で、デーゲームには弱く、阪神時代の防御率は5点台であった。阪神、ソフトバンク時代を通じて、地方球場の先発登板試合では、2015年シーズン終了の、時点で8勝1敗という好成績を残している。ソフトバンク第2期の2015年4月12日に、 熊本県の藤崎大県営野球場でも用された日本ハム戦に0から1のスコアで惜敗するまでは7連勝を記録していたクリスチャンである甲子園球場や福岡や福岡ドームでヒーローインタビューを受ける際に日本語で神様は私の力ですというメッセージを送ることが多かった阪神からの対談が決まった直後にも対談後の挙手について 自身のツイッターで、今、私は、神の導く新しい場所へ向かいますとのツイートを、残している。妻、ジョイとの間に、長男、キャッシュと、2015年に養子に迎えた、神戸の児童養護施設出身の娘、ケインがいる。ソフトバンク第2期の2015年公式戦、開幕直後には、チームメイトのデニス・サファテとの連名で、東日本大震災復興支援財団に協力する。 ことを発表。スタンリッチ自身は一生につき20万円という単位で累積した金額をシーズン終了後に同財団へ寄付することを表明した。ちなみにこの年には10勝を挙げたため寄付金の総額は200万円に到達。ソフトバンクからの対談発表直後には全額の寄付が完了したことを球団を通じて報告している MLB 編集投資記録 NPB 編集投資記録打撃記録説明の記録その他の記録登板用打席用ありがとうございます。